仲良くせえということで、はい、こんにちは、ブルーホースです。はい、ということで今日からやってまいりましょうか。マリオパーリー2でございますね。はい、もうツッコミどころ満載ですね。まず仲良くせえやって言ってね、でもうなんか吉本新喜劇かっていうようなもう見事なぶっ倒れ方をしてましたけど、あともう一つ何やったっけ、あれあれ、のこのこがさ、クッパー、クッパがやってくるぞ、貴様ら、なんとかしーとかできる。クッパ、お前のボスちゃうんけって思ったけどね。まあ、いろいろとなんかね、こうちょっと思ったりすることがたくさんあるっちゃあるんだけど、まあ、ここは仕方ないよね。ってことで、ここら辺は特に今のところいじるようなあれはなさそうかな。よし。じゃあ、一旦戻りまして。よいしょ。じゃあ、今回は、ちょっと待ってね、ミニゲームランドだったかな。前回のマリオパーティーで、一人で、遊びましょう、楽しみましょう、ファッションショーっていうのをやってたんですけど、集めたところに、ここで自由でミニゲームで遊べるよ、遊べないよ、まだ何も遊べないよ、見つけたからまた戻ってきましょう。あれ待ってね、記録ボトル。ミニゲームパーク、ミニゲームまだ遊べないよ。あ、入れない。コインボックス。あれあれ、ゼロコインだね。あれこれって、あ、ちょ、あれミニゲームトロッコみたいなのなかったっけ。あ、入っちゃいます。ちょっと待って。計画倒れする予感しかしない。あれこれって一人で遊ぶにはまずあれなのか。どういうことですか。じゃあ仕方あんめ、遊ぶしかないよね。遊ぶしかないよね。じゃあ、どうしよう。全然ごめんなさい、予定になかったんで、
僕が大好きなゲーム実況者でコツメコさんっていう方がいるんですけど、コツメコさんだとホラーランドとスペースランドとハイレスランドもやったことあるのかな、このウエスタンランドとミステリーランドを見た記憶がないから、どこなら西部劇っしょ。じゃあちょっと趣旨を変えて一人で楽しんでやっていきましょう。いやこれすいません、あの一発目の立ち上げだからね、みんな全然知らないよねって話。じゃあまずまずゲームに設定してきて、ぶち込んでないんだと思いますか。これぼっちなのに4人選べるんだ。ごめん、まあ一人しかいねえんだ俺、寂しいんだ、泣けるぜ。でじゃあなんかちょっとめっちゃゴリ君、この中にあの自己顕示欲の強そうなやつらを、ね、でも全部一緒で、はい、強いでやっていきましょうよ。いや分かんない、強いで勝てるか分かんないけど、とりあえずじゃあサクサク20ターンということで、はい、最後にボーナスも大逆転劇ありということでね、ボーナスありでやっていきましょう。でて強いと大概ね、やっぱ ぬるい人生を生きてきてるから、弱いしか戦ったことがないんですよね。弱い以上、じゃあ普通以上のなんかさ、最強とかゲームによったりさ、なんかすごく強いとかあったりする。なんだろう、やったことがないか分かんないんだよね。あ、そう、マリオパーティー2からあれですよね。こう、ぴったし止まらないと金をどんどん蝕まれていく銀行がね、あるからな。ここは開拓時代のセブの町、あれ見てた荒野が広がり、機関車の汽笛が聞こえてきましゅ。皆さん、ガンマンになってセブの町を冒険してください。さて、今回の目的は？ワンデッド。セブ町にやられるラルドモノのクッパを倒すことです。クッパを倒して、ウィッシャーライトのスーパースターを目指しましょう。では、冒険を始める前に順番を決めてください。3番目くらいがいいな。おいおい、ワンデッド軽っ。懸賞金いくらやねん。1番目かー。これはこう他のキャラクターの出方を見て、そっか、3番目ドンキー、うばべピーピーゲルピー、10コインずつ、よし。さーて、でね、マリオパーティー2がこういろんなマリオパーティーシリーズがある中で一番遊んだ記憶がないから、そもそもスターのところまでどうやってたどり着いたらいいかっていうのもあんまりよく分かってないし、あとね、ミニゲームもね、全然うまくないから、多分ね、なんだろう、もう後悔してる。9でか、5、全然覚えてないから、1234マイナス1234だ。ちょっと そもそもあわあわ、ええちょっと待って、ハイスターオッケー。次このターンのミニゲームで勝つことができなかったら終わるから、絶対こっち組んで、この出たよ黄色い小デブ。でもデブ、まあデブどなんかマリオがぽっちゃりで、あれだ、あーいいなー、アイテム俺も欲しいな。そうマリオパーティー2からね、あれですね、2の言い方がなんかあのあれですね、ひろきさんの Twitter みたいな言い方になってるけど、これは俺が、ああなんだ、ありがとう、俺が押さなきゃいけないのかなと思ったけど、これってどのタイミングでちゃかってやったらいいんだったっけ。なんかクッパボムってすげえ危なかった記憶があるんだけど、どうなんだろう。よいしょ、なんかあれだね、こうみんなで遊んでる、しかもクッパボムかよ、しかもクッパボムかい。これなんだっけ、全くアイテムの効果覚えてないんだけど、黄色キノコはね覚えてるけど、危ねー。ターンの最後に絶対に爆発するの、ターンの最後、え、もう爆発ってこう、お前ら数字全員でけえな、6、7、8、9ってみんなついてくるやん、ドラクエかパーティーできてるやん、バスター、あ、そういうこと、あ、なん、じゃあ今いらないじゃん。今夜の暴れん坊ならず者クッパ参上、テーブの男に言葉はいらぬのだ、我が輩のガンさばきを黙ってみるがいい。しかもゴールデンキノコを、おいおい、クッパがキノコ食うのかよ。よし。ピン16ってどこまで来るか、これあれだよね、あの逆走とか無視して来れるとかそういうのじゃなかったらセーフだよね。ピン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 。我が輩の旅は終わった。お前たちはミニゲームでもして気を取り直すがよい。それではさらばだ。クッパー、カンパーク、チェーンかな。
昔やったな、幼稚園の頃にシェー。ギター、俺ちょっと待って、あーこれダメ、終わった、一発目で終わったわ。ピュンピュンピュン、ボブルの作る、わめっちゃ練習してロープの回転が突然速くなったり遅くなったりすることがあります。ほらこれあれあれですよ、あのマリオパーティーのミニゲームアイランドかなんかやった時に一発目でアウトだったからね、これね。うん、早いな。ほい、これあれどのくらいなのかな、大丈夫かな、もうコンピューターたちがどのくらい、やばいやばい、集中しすぎて喋れなくなる。こういう時はあのあれだよな、あえてベラベラ喋ることによってそろそろ、はい、50回くらいは覚悟した方がいいのかな、これな。ミニゲームの方もさ、あれだ、しかもあれだよ、中途半端だな、5回くらいでこうなんか速くなったり遅くなったりするのかと思ったら今2回で遅くなったぞ。ほい、ああやっちまったな。そう、これドンキー次スターゲットだな。まあ序盤だから、まあ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 、焦る旅でもあるまいし、一発目でこうクソ苦手なの、あしかも1か、じゃあまだチャンスあるな、乗らない乗らない、めっちゃ寂しそうだったなジジイ。あで、あそこのクエスチョンに乗るとおめえも1かよ、なんだみんなあれか、こう20コイン手に入ってないから手前でなんだろうちょっとミニゲーム勝てるように頑張ろうみたいな。おー、こないだのミニゲームの時も一発目で俺死んだんだよな。とかなんかやっぱ A ボタンの押すの難しいな、タイミング的にな。出た、これなんだっけ、横取りボックスだっけ、じゃあ入れ替えだっけ、どっちだっけ、忘れたな。どうしようかな、収録3回くらいに分ける、でも3回だったら6ターンずつくらいでしょ、6、7ターン。うわ、こいつこういう時にだけ乗れ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 よ、乗るんじゃドンキー。あー、しかもあとギリギリ1個っていう、いやいや、ゼロコイン貧乏人目がそう、結局スターを持ってるやつがコインの数なんかよりも圧倒的に強いんだよ。でお前どこだ、そこはなんだっけ、ウクレレじゃん、あ、そっか、うわ、だる、めんどくさ、そっかそっか、しかもこいつなんかめっちゃ取られるんだっけ。あー、そういう罠あったん覚えてた、一発目でお前乗る気やろ、あ、乗らんかった、へー、じゃあちょっとどうなるかだけ末路見てみようか、どうなるの。準備者のために邪魔をしていくぞ、それでもどこに、なんだあれと一緒じゃん、今5コインあげた、ゾーン、マジか、5コイン上げやがったぞあいつ。うわあ、もうだからなんでこうワンと同じような剣ばっかりなの、しかも俺これ嫌いだし、またこれ超苦手なんだよね。 A が白ね、はいはい、 A です。あ、こう持って、みんな分かんないと思って、おい、早いな、早いわ、早いじゃねえ、強いわ、押そうドンキ、出した後にね引っ込めるっていうのがなんかこうワンよりもね卑怯になってんだよな。あれ、早くない周り、俺なんかすげえ遅いんだけど。ああ、一気に一気に出た、バリリオ、金持ってんな、ほい、遅っ、はいや、よし、ラッキー、よかったよかった。これなんかさ、あの白出して引っ込めてもう一回白出すみたいなさ、こうマリオパーティー2ってさ、こう意地悪のレベルがめっちゃ上がってんじゃん。セーフ、よし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 、これ5コインくれんのかな、どうなんだろう、まあ3を踏みたい、なんでこういう時でっかいの、はい、何、ヨッパ様のために邪魔しているぞ、な、お前は奪うんかよ、お、なんて野郎だ、誰か、じゃあ奪って、じゃあ、まあ、でもこんなあんまり5コイン払ってもそんなにあれだろうな、いや、ほんでいく、これ
5コイン、うん、フライチってこれ絶対ピーチ復讐で俺のことコイン奪ってくるやろな。しかも赤やったー、見逃してた。えぐいえぐいえぐい。これ1位になられへんというこう非常まれに見る超恥ずかしいパターンになるかもしれへん。まあ言うてまだ3ターン目ですからね、うんうん。ああそういうことか。おいおい、主催者が一番コイン払ってねえのかよ。あーでもこれでまた1位になってもいい。しかも絶対だな。もう発掘ハッスルにして攻めてほしい。がっぽり横取りキノコでもよかったけどさ、爆弾スイッチね。もうこれ運だもんな、完全に。法則とかあんのかな。黄色は危険とかな、あるよね。ねえ、なんかあのなんだっけ、タコチームタコスとかさ、一発目で、一発目で、一発目で、あ俺なんか取りやがった。そうなったら黄色は危険。ほい、なんでやねん、もうなんでやねん、もうムカつく、クソ腹立つ。なんかもう全部仕込まれてるわマジで。なんかさっきからごめんよ。いやーまあこれはこれで取れ高があるから面白いんだけどさ、うん、黄色は安全なのかよ。こういう時ってなんか大概違う、おいーのやばい。え、何これ、人間様をいじめるためのゲームですか。結局緑は危ない。そう、悔しい悔しい。3コインしか払ってないやつが、3コインしか払ってないやつがコインを取るっていう、もうクソ卑怯な。もうね、黄色は危険なのかよ。くわー、マジかよ。3コインしか払ってないやつが名実ともにどっちも1位になりやがった。コインもスターも、うーわー、もうもうあれだな、あの次ピーチだっけ、ピーチとか、うっあ、なんかお情けで 1コインやったね、えよっしゃ、全員ドンキーから奪え、ドンキーから。ピーチはピーチ確実にドンキーから奪えやろ。いけいけ、ポイント、そう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 、えピーチドンキーじゃん。でもこの大変です、誰が言うてんねやろ。あ、どうなる、なんなんなんだよまさっきからよ。あ、まあ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 、ただ序盤だからな、序盤だからそんな声を荒げて、めっちゃ声荒げてるけどな。しかもこいつとチームかよ、超拒否したい。あえて負ける、いやでもな、そうなったら今度はなコインスターの道がな。でもこいつ2回勝ってんだよな。A ノコギリ引くで B 押すね。 OKOKOK、はい、よしじゃあ行きましょう。 AB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  やね。うい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 、どうなんだろうね。変だ、ああああ、やばいやばいやばい、あちょ、勝った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 、どうなんだろうって、こうなんか感触を確かめようとした瞬間に終わった。うん、まあ、とりあえず俺の勝ち。まあ、とりあえずとりあえず、あれだね、頑張ればなんとかなります、はい。頑張ればなんとかなります。もうなんか小学生のコメントみたいな。2,3,4,5,6、よし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 、ここで一発逆転のアイテムを。あ、でもこれ苦手なんだよな。せめてなんだろう、レバーを引いて、感謝はレバータイミングよく、このタイミングをよく考えてっていうのが、こうどのくらいの車両のあれなんだろうな。あいつが行ったくらいか、待ってね、ふいふい、おっそい。あー、なんか微妙なアイテムだな。これなんだっけ、横取り交換どっちだっけ。横取りだったら、まあ、持っても、逆に言うと横取りを持っちゃうと、まあでもコンピューターがそこまで考えるか、横取りを横取る気こいつですよね。腹立つ、めちゃくちゃ腹立つ。これ横取りを横取りしやがった。なるほどな、お前全部取られろ。よし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 、そしたらもうもはやあれや、テレサすら使え、あ
どうなんやろこれ。どっか行け、シュッシュッ。あ、でもハプニングスターこいつにやられんのもなんかムカつくな。ファンファン、え、あ、そうなんや。これ引かれるとどこに、あ、残酷なテーゼ、天使じゃない、残酷な汽車ポップのテーゼ。あ、ちょっと待って、でもちょっと待って、これさ、上行ったらキノコに会えんじゃねこいつら。だとしたら、うーわ、なんだろう、もうやだーとか。今普通に2つしかなかったべ、新しいミニゲーム。しかもこう表情かよ、表情バトルですか、真ん中氷。これは生き残った人はみんなコインもらえるのかな。とりあえずドンキーぶっ殺す。ドンキー、ドンキー、ドンキー、よし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 。あとはちょ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 、ワリオウ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 。あ、やっぱやっぱやっぱあれだな、正面衝突してたら普通にダメだな。よっしゃー、自滅しちゃった、たまみさらせ。さっきからもうあの、おいそれこれとね、もうなんかボッコボコにされてるからさ、たまにはこう勝たないとね、ほんとに。あれ、なんで俺ピーチにコイン負けてたんだっけ今。その理由すらもよく分かってない。あ、でもなんか出るあれはで、あー、なに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 、ちょっと待ってね、今マップってどうなってんだ。これをこのまま進んでいくと、あ、違うべ。あ、やっぱ下行かなきゃいけないんだ。ほんなら、あえてみんなを呼んでパーリナーをしてもいいかもしれないけど、ちょっと待ってね。あと何、あと1分。まあ、いいや。だが断る。5。ワン、ツー、サン、あ、クッパ。ワン、ツー、サン、あ、よっしゃって、って、全員のコインを蝕みましょう。さすがに今回運ゲーはないはずだから、ここで運ゲー来たら終わるもんな。10コインか。10コインじゃ意味ねえんだよな。20コイン奪ってほしかったな。よし。たっぷり横取りキノコ。これは、あれだっけ、あ、ですよね、ですよね。オッケーオッケーオッケー。はい。よし。がっぽり横取りコインの派生版ですね。とりあえず。あ、ちょ、しかも金玉。おらら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 、なんでやねん。おらららららら、え、ちょ、おかしいって。お前、とんの、かし。もっかもっか。あれ、なんか、こんな下手くそだったっけ。なんか、めっちゃアシストしてるけど。めっちゃアシストしてるだけ。ちょっと待って、あ、やばい、ビジョン。もうダメだ、クソだ、うわぁ。はよ、戻れ、ランキーじゃねえ。もう、ランキー。ワリオとドンキーが被っちゃったよ、もう。うわ、ひでえなこれ。マジかー、これはちょっとえぐいなー。あ、なんかもうほんとさっきがお情けばっかもらってんだ。うわー、うわー、いやー、ダメだな、全然ダメだね。このまんまだとこの3人の誰かがスターを取っちまうんだよなー。コインスターとミニゲームスターを狙っていかなきゃいけないのに、全然カスカスなんだよな。もう PC、お前取ってっちゃえばな。ね、ワリオでも、とりあえずドンキーに取られるのだけはきつい。とりあえずドンキーに取られるのだけはきつい。一人これか。はい。よし。これはまだ勝てるんじゃないか。矢を撃って動く的を倒しましょう。弓を構える、矢を撃つ。左右に移動。よし。とりあえずドン、よし、オッケー。構え直すのがめんどくせえな。よし。ほい。あ、うまい。そう、テレサ追い込んで。テレサ、しまった。くそ、うまいな、ピーチ。この下僕やろ、この下僕やろ。あ、うまい。よし、教え。いやー、ちょっと待って、やっぱ強いは強えな。うまいし強えし、ビリだし、
終わったわ。よし、じゃあね、ちょっと待ってね。どうするんだったっけ、どうだっけ、操作を切り替える、ゲームを、じゃあセーブをする。このターンが終わるときにセーブにする。 OK、 これを一旦セーブして、うん、区切りがいいところになるんで終わりにしましょうかね。はい。もうなんだかんだ30分遊んでるからね。30分、間違えた。で、4、4、1、あ、よし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 このターン終わった時に1位になってるのって意味ないですから、10きた、超でかい数字、これもういくんじゃないの、あ、ギリいかへんか。まあ、身を粉にしてでもね、うん、まあ、取りに行くっていうところで、4、これは上いくよね。とか、あれ、とか残り5ターンじゃないとあれか、決闘は始まらないんですよね。いやー、取り寄ったな、ピーチ。まあ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 。で、この後どこに行くか。でもね、俺の予想はね、多分ね、俺が今まで通ってきた後ろ、 PP ゲッピーだと思われですよね。やつらの行く先なんだよな。もうとことん運がねえわ。もうあれだな、電車で引くかみんな集めるかだな。まあ、とりあえずワリオがコインを、あ、そっか、ワリオ、ゴム兵スローイン、あー、はい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 、わかる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 、投げるやつだね。よいしょよいしょ。この微調整がむずいんだよな。あ、違う、練習は やらない。で、弾く、ゴム兵を投げずにいつまで持っていると爆発するからさっさと投げよう。適当に動くから、まあ、逃げた、逃げるというか、適当に投げた方が勝つんじゃねっていうね。よし、行くぜ。終わったー。つえー、ピーチ。さっきから的当てのやつもそうだけど、こいつもつえー。はーい。まあ、そしたら、じゃあちょうど霧のいい感じで、来れましたんで、一旦この辺りでね、終了とさせていただけたらというふうに思います。はい、じゃあね、また次回パートでお会いいたしましょう。最後までご視聴どうもありがとうございました。ではまた。